皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。岡山のマー君です。アロハッピー。はい、ちょっと2日ぶりの投稿となります。今回が111回目の配信となります。前回、第13章の方が、終わりました。で、これからですね、最終章が始まります。一応まあね、前回のあらすじとしましては、春日パーティーがですね、日本の方へ戻ってきたところとなります。で、日本に戻ってきたところ、病がちょっとね、事情があってちょっと、脱走という形、脱走っていうのかな、ちょっと逃げてしまったんですが、それで、後を追っていって、で、無事にね、その病の件は解決することができました。で、そこから、最終章に今度入っていくということになりますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきます。最終章、あり余る富。エビナかい。沢城いねえっていう話か、あれ。ブリーチジャパンか。まだ少し呼び慣れませんな。口だけ男や。私もです。ですが、清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いや、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何、我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか、地下に潜るかくらいしかなかった。口だけのやつらばっかりやで。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版。いや、これこそ本来のヤクザのあり方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んで、その地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。殺されとる。本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし、相手は苦しむし。ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから、
困ったもんです。沢城そこにいたんやみたいな話だけどな、沢城さん。うわ、エビだ、ボロボロにされとるよ。あんたにも見届けてほしかったですな、ヤクザの正しい未来を。あれって見姫とかだったんだ。あれさて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて青龍会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存する。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後
行方をくらました犯人たち。不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。長い、話が長すぎる。偉人町殿、村長。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきしまうとはな。それも大勢連れてきやがって申し訳ありません。村長、お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがるけどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。それは余計だぞ、こら。二度祝ってくださいよ。ありがとうございます、村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。こんなとこすぐバレそうな気はするんだがな。村長のおかげで助かった。すまなかったな、春日。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目を引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレ島の廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ？さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって。何のようだ、海老名。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。嫌味やな野郎やな。ついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか。全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに
ずいぶん活躍してもらいました。沢城をどうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うな。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。ひでえことしやがるな本当に。人質で釣ってきたけ、俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なあにこんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いやどうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎、第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする。二手に分かれよう。危険だがどっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか。少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生についてだ。海老名の向こうで話そう。先に行ってる。ああ。春日の出生のことで桐生さんが俺に話しときたいことがあるらしい。ああ。まあそうだな。まあここで二手に分かれるのはまあ仕方ないんかな。あかねさん、ラニ寒くねえですか。ありがとう、私は大丈夫。ラニは、うん、大丈夫。そっか、お湯くらいなら夜できると思いますんで。かくまってもらってるだけで十分よ。こちらにも迷惑かけてしまっているわね。いえ迷惑なんて。それにいいじゃないですか、たまには迷惑かけたって。あかねさんもラニもこれまで頑張ってきたんだ。誰も、なんだこれ。いやまあいいや、しゃん。きっとパレカナの神様だってそうです。ふふ、そうね。たまにはお目に見てもらおうかしら。そうっすよ。
何も、もうちょいの辛抱だからな。落ち着いたら日本のいいとこいっぱい連れてってやるからよ。うん、ありがとう、一番。ああ、じゃあ次、ソンヒ。どうした？どうした？キリュウさんが話があると言ってただろう。早く言ってやれ。ありがとうよ。ああ、その前におめえに礼言っとこうと思ってな。ありがとうな、キリュウさんのこと。横浜の裏を預かる身として仕事をしたまでのことだよ。それに、わずかでもあの人の力になれたなら非常に光栄だ。そっか。ええ。ああ、だから気にしないでいい。ほら、早くキリュウさんのところに行けって。ちょっとなんかさっきの言葉の中に、ああ、ちょっとツンデレモードが入った。ちいちゃん、ちいちゃんも上着着とくな。ちいちゃん。一番。ねえ、一番。うん？ん？前に言ってたよね、心に決めた人がいるって。ん？ああ、あかねさん家で飯食ってた時の話か。確かに言ったな。それ、サイコさんのことでしょ？ええ？なんで？チラッチラ見てたんだもん。そりゃわかるって。マジか。俺気持ち悪いな。いいの？話しないで。それは。人生は一度きりだよ。後悔しないようにね。それ、前に足立さんにも言われたな。ありがとな、ちいちゃん。頑張ってみるわ。うん。そう？ならよろしい。ああ、足立さんにも同じことを言われたな。ああ、じゃあ足立ちゃん。おう。あかねさんと何を日本に送り届けるまではなんとかなった。けど問題はここからだ。おう。だな、二人を早いとこ安心させてやらねえと。ブライス・フェア・チャイルドに海老名、正隆。厄介な奴らを敵に回したもんだ。でも俺たちならなんとかなる。ああ、そういうことだ。富澤、日本は寒いな。冬場だからな、なおさらな。大丈夫か？おうよ。ラニが割と平気そうにしてるからよ。大人の俺が震えていちゃ格好つかねえ。村長に言えばお湯くらいはもらえると思うぜ。マジか。マジか。後で頼んでみるわ。やっぱ寒い。ハワイで慣れとるからやっぱそうだよな。じゃあさっちゃん、俺1年ぶりに話すんだよな、多分。さっちゃん。あのよ、さっちゃん。ん？ありがとうよ。あ、いや、ありがとな、キリュウさんについててくれて。うん、うん。いや、気にしないで。私がしたくて、したことだし。ああ、それでもありがとな。うん。キリュウさんが話あるんじゃなかったの？ああ、そうだった。また後でな。やっぱちょっとぎこちないな。よし、じゃあ上がっていくか。誰だ、口笛吹いとんのは。おい、誰だ、口笛吹いとんのは。おい、これ全く分からん。ハン様。ふっ、束の間のハワイ滞在でしたね。行ったり来たりですまねえな。でもおかげで茜さんとラニを日本に連れてこれた。ええ、これ以上ない成果です。あとはいかに問題の根本を断つかですが。ああ、だな、ブライスにエビナ、早いとこ切りつけねえとな。そうだよな、ハンサもわざわざ来てくれたのにすぐこっち来ちまったもんな。よし、毎回口笛取ったな。蝶、これ蝶とは なんだ、これ話せねえのか。おい蝶、なんだ、話せねえし。なんだよ、なんで蝶だけ話せねえんだ。お、ナンバー。またここに戻ってきちまうとはな。まあ正直居心地悪かね。ありがとうよ。へへ、わかる。ナンバー、キルさんのことありがとな。俺は見てただけだよ。キルさんに介護なんて必要なかったわ。いや、キルさんハワイの時ずっといい顔してる。ナンバーたちでいろいろしてくれたんだろ。まあ、ソンヒとサッちゃんのおかげだって。わかった、そういうことにしとくよ。ああ、そうだよな。ナンバーがいたから、でも、キルさんって、いろいろ多分できたんだと思うんだよな。ありがとうよ、ほんと、ナンバー。おい、なんで蝶だけ話せないんだよ、あれ。おかしいやろ。よし、じゃあ、キルさんとお話しするか。キリュウさん。キルさん、話っていうのは？少し長話になる。時間はあるか。大丈夫です。はい。大丈夫です。聞かせてください。俺と海老名が兄弟。大吾の話が事実なら、お前たちは異母兄弟ということになる。
お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。海老名はこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ。氷川興産の組長、つまり海老名の祖父は、てめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を、茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか、娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。桐生さんが責任を取るってんですか。海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのは、せめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だから春日、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。くよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも、多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとうカスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ桐生さん。あんたは生きて、生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。
あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前冴子に何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いや褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます。プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。どうした。悪い、緊急事態だ。なんだこいつ、悪そうな顔。誰だってめえ。大道寺一派か。なんで大道寺一派が来るんだよ。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。うるせえよ。花輪の待機指示を無視した挙句今やちょっとした有名人だ。おめえらは何もしねえからだろ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。まだ違反だ言ってんのかこいつら。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながり。お前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみてえな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。清流会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろ、その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで
国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。へっ、要は敵の足を引っ張りてってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだ。高度な政治的判断と言ってもらいたい。何言ってたおめえ。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったもの。あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チェちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日全てに片をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。気が利くな村長よ。うひょいいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。こういうシーンほとんどなかったもんな、今回。上げようとしてる。寝た。さっちゃ
明日にはまたハワイ機か。その前に話しておきたい人がいる。ああ、大切な話をする。まあそうだな。そうだな。じゃあ今回はちょっとこの辺りで終わっとこうかな。次回がその大切な人と話をするところからやっていこうかなと思います。はい。まあね、ちょっとね、2日間ちょっとお休みさせていただいたんですが、まあちょっとね、結構仕事がね、結構まあ忙しかったりとかいろいろあったのでね、ちょっと配信を休ませていただきました。で、まあ今回、まあ次回というか、まあこれからの配信に関してはね、ちょっとまあ時間帯というかね、まあちょっと配信する、まあ頻度をちょっと下げていこうかなと。結構ね、やっぱ毎日、まあ、何本も上げてたらね、やっぱなんかちょっと迷惑かなと思ったりもしますので、まあ1日まあ最高でも、例えばこういうゲーム実況だったら、まあ、3本までとか、そういう形でちょっとやっていこうかなと思ってます。はい。で、まあ龍が如く8以外にも今ちょっとね、ショート動画を上げたりはしてるんですが、まあ、こちらの方はまあちょっと時間があったらなるべくちょっと上げていきたいかなと思いますので、またそちらのショート動画の方もね、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい。ということで今回、最終章の始まりから、まあ、ここまでやってきましたが、また次回よろしくお願いいたします。で、今日ですね、4月5日あ、この動画、まあ、4月5日に、撮ってるんですが、今日はですね、日向坂46の斉藤京子さんの、卒業コンサートになります。まあ、僕はちょっとね、まあ配信とか、まあ、あるみたいなんですが、そういうのもちょっと一切、見てないというか、まあ、見れないので、ちょっと、まあ、ライブに参加することもね、ちょっとやっぱり岡山なのでなかなか遠くでちょっとできないんですが、はい。まあ今日のね、斉藤京子さんの、まあ、卒業コンサート、まあ、参加される方も、あと、まあ、全てのお日様、あと、まあちょっとどうしても参加できなかった方々もですね、まあ本日、まあ斉藤京子さんにとっても、あと、まあ全ての、まあ、ファンの方々にもね、最高の一日になるように、私の方は願っております。はい。なので、まあ参加される方々もですね、まあ、ぜひ斉藤京子さんをね、今日、まあアイドル人生最後の一日となりますので、無事に、それが最高の日になるように、まあしっかりね、まあ楽しんでください。はい。いや、今回はこれで終わります。よろしかったらチャンネル登録、またコメントなどもよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。岡山のマー君でした。